鴨明アイカズチの神社局くらいである、小一位、君一等を授けられた一社。宇佐神宮珍しい、一品の品位が授けられた一社。神界または、神位は、日本において、神道の神に授けられた異界。神界とは、人心に授けられた異界を神にも授けたものである。より正確には、異界は人にも神にも区別なく、授けられたもので、 そのうち神に授けられたものが神界と呼ばれている。仕組みは人身に対する異界と同じで、分位、部位、金位の三種がある。神社ごとに定められる社格に対し、神界は神に与えられるものである。人に対する異界はそれによってつける感触が異なったり遺伝が支給されたりなどの特典を伴うものであったのと同じように、神に対する異界は初期には直布。 遺伝を伴っていた。しかし後に、その給与はなくなって単なる栄誉的性格を強め、深海よりも神社の社格の方が重視されていた。また、分子の際には、深海は引き継がれず、深海を引き継ぐ場合には、直挙が必要であった。しかし、律令制の崩壊とともに、分子先でも、感情元の神社の深海を名乗る神社も現れた。特に稲荷神社は総本社である。 伏見稲荷大社が小一くらいであるとして、そこから感情を受けた稲荷神社も小一位を称している。深海の授与は、人議官や諸国からの申請に基づいて、苦行の会議で議論され、天皇への相問を経て決定された。しかし、平安時代になると人議官や国士が勝手に深海を授与するということもたびたび行われるようになった。中世以降は、吉田家も、 草原戦時と言われる戦時で深海を発行するようになった。草原戦時は当初は天皇の直居のもとに発行されていたが、後に吉田家が独自に発行するようになった。深海の制度は明治時代に廃止されたが、現在も社名に深海をつけている神社がある。六国史終了時点での革新の深海の一覧。文位一覧六国史終了時点の 十三味以上の異界の一覧。なお、六国史以後の乱理事の結果、現在では、非常に多くの神社が、小一くらいに達している。神名は、神海寺四字の表記で、括弧内は、演劇式神明町での鎮座国と、現神社名。なし、小一い十一位制二位,位、十二位肖像い十三味部位、一覧六国史終了時点の訓七等以上の、訓位の一覧。 新名は、新海寺四字の表記で、括弧内は、演起式新名帳での鎮座国と、厳神じ名。め。君一等君二等君三等君四等君五等君六等君七等品一覧。六国主終了時点の品位の一覧。新名は、新海寺四字の表記で、括弧内は、演起式新名帳での鎮座国と、厳神じ名。一品二品。 平安時代中期以降には、初心に対する同時少女の例があった。文献に見える少女例は次の通り。初心同時少女において、歌唱4年には、すでに十五位下以上の初心には一回を増し、大子そ並みの名神は、無意でも十五位下を授け、これ以外の無意の初心を、生六位上二条した。こうした、初心像一回は、その後、天行三年から永徳元年までに九回。 行われたという。室町時代中頃以降の初の部には、年代通算相当の異界を立てまつったが、その場合には上岸、官票、現行年度の加算を除くことが例とされた。なお深海で、初心序列が進んだ時代には、上岸元年の生は天皇の時を、初令とし、忍那二年に制度化された、一代一度大進歩士の生、があった。これは、天皇の一代一度に、 即位大典ごとに、伊勢大宮宮並びに五騎七道各国の署名心に、新法、御手蔵を捧げて、即位を告げたものである。朝廷から、奉建大将は66カ国のうちから景気七、道の五十社で、鎌倉時代中期まで継続したという。一代一度大新法師初使いの儀礼内容は、酒期肝心元年10月二日上などに、衝実されている。ありがとうございます。